ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ボリューム3。監督、ジェームズ・ガン。キャスト、ピーター・クイル。スター、ロード役、クリス・プラット。ガモーラ役、ゾーイ・サルダナ。癖が強くて訳ありな、銀河の落ちこぼれたちが結成したチーム、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの活躍を描く、マーベル・シネマティック・ユニバースの人気シリーズ第3弾。アベンジャーズの一員として、サノスを倒し、世界を救ったものの、最愛の恋人、ガモーラを失ったショックから立ち直れないスター、ロードこと、ピーター・クイルと、ガーディアンズの仲間たち。そんな彼らの前に、銀河を完璧な世界に作り変えようとする、恐るべき敵が現れ、ロケットが命を失う危機にさらされる。固い絆で結ばれた、大切な仲間の命を救おうとする、ガーディアンズだったが、ロケットの命を救う鍵は、ロケット自身の知られざる過去にあった。監督、イエジー・スコリモフスキ。キャスト、カサンドラ役、サンドラ・ジマルスカ。ブイトー役、ロレンツォ・ズルゾロ。アンナと過ごした4日間、出発、などで知られる、ポーランドの巨匠、イエジー・スコリモフスキが7年ぶりに、長編映画のメガホンを取り、一頭のロバの目を通して人間のおかしさと愚かさを描いたドラマ。憂いを帯びた眼差しと、溢れる好奇心を持つ灰色のロバ、EO は、心優しい女性カサンドラと共に、サーカスで幸せに暮らしていた。しかしサーカス団を離れることを余儀なくされ、ポーランドからイタリアへと放浪の旅に出る。その道中で遭遇したサッカーチームや、若いイタリア人司祭、伯爵未亡人ら様々な善人や悪人との出会いを通し、EO は人間社会の温かさや、不条理さを経験していく。銀河鉄道の父。監督、成島いずる。キャスト、宮沢政次郎役、役所広司。宮沢賢治役、須田雅樹。小説家、門井義信が、宮沢賢治の父である政次郎を主人公に、究極の家族愛を綴った、直木賞受賞作、銀河鉄道の父、を、8日目のセミ、命の停車場、の成島いずる監督のメガホンで映画化。岩手県で質屋を営む、宮沢政次郎の長男、賢治は家業を継ぐ立場でありながら、適当な理由をつけては、それを拒んでいた。学校卒業後は、農業大学への進学や人工宝石の製造、宗教への傾倒と我が道を突き進む賢治に対し、政次郎は厳格な父親であろうと努めるも、つい甘やかしてしまう。やがて、妹、年の病気をきっかけに筆を取る賢治だったが、それでも私は生きていく。監督、ミア、ハンセンラブ。キャスト、サンドラ役、レア、セブ。ゲオルグ役、パスカル・グレゴリー。未来よ、こんにちは、のミア・ハンセンラブ監督が、父の病への悲しみと、新たな恋への喜びという、相反する感情に直面した、シングルマザーの心の機微を、自身の経験をもとに描いたヒューマンドラマ。シングルマザーのサンドラは、通訳の仕事をしながら、8歳の娘と、パリの小さなアパートで暮らしている。サンドラの父ゲオルグは、以前は哲学教師として、生徒たちから尊敬されていたが、現在は病によって、視力と記憶を失いつつあった。サンドラは、
母フランソワーズと共に父の元を頻繁に訪ねては、父の変化を目の当たりにして、無力感に苛まれていた。仕事と子育てと介護に追われて、自分のことはずっと後回しにしてきた彼女だったが、ある日、旧友クレマンと再会し、恋に落ちる。劇場版、サイコパス、プロビデンス。監督、塩谷直義、声優、常森茜役、花澤香菜、鴻上信也、関智一。人間の心理状態を数値化して、管理する近未来社会を舞台に、刑事たちの戦いを描く、テレビアニメ、サイコパス、シリーズの集大成となる劇場版。2019年公開の劇場版、サイコパス、シナーズ・オブ・システム、ケース、3、恩州の彼方に、と、テレビアニメ3期をつなぐエピソードを描く。2118年1月、公安局統括監視官として、会議に出席した、常森茜のもとに、外国船舶で事件が発生した。との知らせが入る。あかりは厚生省統計本部長、新藤敦史と共に、現場へ急行するが、捜査権はなぜか外務省海外調整局行動課にあった。船からは、敦史が会議のゲストとして呼んだ、ストロンスカヤ博士の遺体が発見される。刑事課一係は、この事件は行動課が以前から追っていた組織。ピースブレイカーが博士の研究を狙って起こしたものだと知り、行動課との共同捜査としてチームを編成。そこには、かつて公安局から逃亡した、鴻上信也の姿があった。監督、トッドフィールド、キャスト、リディアター役、ケイト・ブランシェット、フランチェスカ・レンティーニ役、ノエミ・メルラン。イン・ザ・ベッドルーム、リトル・チルドレン、の、トッドフィールド監督が16年ぶりに手掛けた長編作品で、ケイト・ブランシェットを主演に、天才的な才能を持った女性指揮者の苦悩を描いたドラマ。ドイツの有名オーケストラで、女性として初めて、主席指揮者に任命されたリディアター。天才的能力と、類稀なプロデュース力で、その地位を築いた彼女だったが、今はマーラーの交響曲第5番の、演奏と録音のプレッシャーと、新曲の創作に苦しんでいた。そんなある時、かつて彼女が指導した、若手指揮者の訃報が入り、ある疑惑をかけられたターは、追い詰められていく。メモリー。監督、マーティン・キャンベル。キャスト、アレックス・ルイス役、リアム・ニーソン。ヴィンセント・セラ役、ガイ・ピアース。アルツハイマー病で、記憶を失っていく。ベテラン殺し屋が、最後の仕事に挑む姿を描く、リアム・ニーソン主演のアクション。完璧に仕事を遂行する殺し屋として、裏社会で絶大な信頼を得ていた、殺し屋のアレックスは、アルツハイマー病の発症により、任務の詳細を覚えられなくなってしまい、引退を決意する。これが最後と決めた仕事を引き受けたアレックスだったが、ターゲットが少女であることを知り、契約を破棄。彼の唯一の信念である、子供だけは守る、を貫くため、アレックスは独自の調査を進める中で、財閥や大富豪を顧客とする、巨大な人身売買組織の存在を突き止める。
イルド、スピード、ファイヤーブースト。監督、ルイル・テリエ。キャスト、ドム役、ヴィン・ディーゼル。レテ・オルケス役、ミシェル・ロドリゲス。2001年の第一作から数えて22年、メガヒットシリーズへと、成長した人気カーアクション。ワイルド・スピード、のシリーズ第10作。パートナーのレケと、息子ブライアンと3人で静かに暮らしていた、ドミニク。しかし、そんな彼の前に、かつてブラジルで倒した、麻薬王レイエスの息子、ダンテが現れる。家族も未来も奪われたダンテは、12年もの間、復讐の炎を燃やし続けていたのだ。ダンテの陰謀により、ドミニクと仲間たちファミリーの仲は引き裂かれ、散り散りになってしまう。さらにダンテはドミニクから全てを奪うため、彼の愛する者へと矛先を向ける。宇宙人のあいつ。監督、飯塚健。キャスト、真田秀夫役、中村智也。真田園役、伊藤沙莉。中村智也主演で、地球人になりすましてきた宇宙人が、地球を離れるまでの3日間で、人間としてやり残したことに奮闘する姿を描いたコメディ。人間の生態調査のため、23年前に土星から来た宇宙人は、真田家4兄弟の次男、秀夫として、長男、夢二、長女、その、三男、シモンと暮らしていた。家族というものがわからない秀夫は、夢二から、家族とは自分よりも大切なものがあることだと教えられる。真田家の様々な問題が起こる中、秀夫が地球を離れる日が近づいてくる。秀夫に残された時間はあと3日間。人間としてやり残したことをやり遂げるため、秀夫の地球での最後の奮闘が始まる。最後まで行く。監督、藤井道人。キャスト、工藤役、岡田准一。矢崎役、綾野剛。岡田准一の主演で、一つの事故を発端に追い詰められていく、刑事の姿を描いたクライムサスペンス。中国やフランスなど、各国でもリメイクされた、2014年の同名韓国映画を、新聞記者、余命10年の藤井道人監督が、メガホンを取り日本でリメイクした。ある年の瀬の夜、刑事の工藤は既得の母の元に向かうため、雨の中で車を飛ばしていたが、妻からの着信で、母の最後に間に合わなかったことを知る。そしてその時、車の前に現れた一人の男を跳ねてしまう。工藤は男の遺体を車のトランクに入れ、その場を立ち去る。そして、男の遺体を母の棺桶に入れ、母と共に斎場で焼こうと試みる。しかし、その時、スマホに、お前は人を殺した。知っているぞ、というメッセージが入る。送り主は県警本部の監察官、矢崎で、工藤は矢崎から追われる身になってしまう。アフターさん。監督、シャーロット、ウェルズ。キャスト、カラム役、ポール、メスカル。ソフィ役、フランキー、コリオ。父親と二人で過ごした夏休みを、20年後、その時の父親と同じ年齢になった、娘の視点から綴り、当時は知らなかった父親の、新たな一面を見出していく姿を描いたヒューマンドラマ。11歳の夏休み、思春期のソフィは、離れて暮らす、31歳の父親カラムと共に、トルコのひなびたリゾート地にやってきた。眩しい太陽の下、
カラムが入手したビデオカメラを互いに向け合い、二人は親密な時間を過ごす。20年後、当時のカラムと同じ年齢になったソフィは、その時に撮影した、懐かしい映像を振り返り、大好きだった父との記憶を蘇らせてゆく。岸辺露伴、ルーブルへ行く。監督、渡辺和隆。キャスト、岸辺露伴役、高橋一生。泉京香役、飯豊まりえ。荒木博彦の大人気コミック、ジョジョの奇妙な冒険のスピンオフ作品で、高橋一生の主演で、テレビドラマ化されて2020年に、NHK で放送された、岸辺露伴は動かない、の劇場版。相手を本にしておいた知や、秘密を読み、指示を書き込むこともできる、特殊能力、ヘブンズドアー、を備えた漫画家、岸辺露伴。青年時代、露伴は、淡い思いを抱いていた女性から、この世で最も邪悪な、最も黒い絵、の噂を聞いた。それから時が経ち、その絵がフランスのルーブル美術館に、所蔵されていることを知った露伴は、新作執筆の取材と、かつてのかすかな慕情のためにフランスを訪れる。しかし、美術館職員に、黒い絵の存在を知るものはなく、データベースによって、ヒットしたその保管場所は、今はもう使われていないはずの地下倉庫、Z13 倉庫、だった。クリード、過去の逆襲。監督、マイケル、B、ジョーダン。キャスト、アドニス・クリード役、マイケル、B、ジョーダン。ビアンカ役、テッサ・トンプソン。ロッキー、シリーズを継承したボクシング映画、クリード、のシリーズ第3作。マイケル、B、ジョーダンが前2作に続いて主演を務め、本作では自ら長編初メガホンを取った。かつてロッキーが死闘を繰り広げた親友、アポロの息子アドニス・クリード。ロッキーの魂を引き継ぎ、世界チャンピオンとなった彼の前に、刑務所から出所した、幼馴染みのデイムが現れる。二人はかつて家族同然の仲間であったが、デイムはクリードの少年時代のある過ちによって18年間の服役を強いられ、復讐心に燃えていた。クリードは封印してきた自らの過去に、決着をつけるべく、デイムとの戦いに向けて、もうトレーニングを開始する。ザ・ウィッチ・魔女・増殖。監督、パク・フンジョン。キャスト、少女役、シンシア。ギョンヒ役、パクウンビン。人体実験で殺人兵器と化した、少女の戦いを描き、話題を呼んだ韓国映画、ザ・ウィッチ・魔女、のシリーズ第2作。秘密研究所アークが何者かに襲撃され、一人の少女が生き残る。彼女は遺伝子操作で、最強のアサシンを養成する、魔女プロジェクト、の実験体だった。初めて研究所の外に出た彼女は、心優しい牧場主の女性と、その弟の元に身を寄せ、人間らしい感情に、目覚めていく。しかし魔女プロジェクトの創始者、ベク総括は少女を危険視し、抹殺のため工作員を送り込む。さらにアークを壊滅させた超能力者集団や、地元の犯罪組織も入り乱れ、激しい戦いが始まる。シックスティ・ファイブ。監督、スコット・ベック。ブライアン・ウッズ。キャスト、
ミルズ役、アダムドライバー。コア役、アリアナ・グリーンブラッド。アダムドライバーが主演を務め、巨大隕石が衝突する直前の、6500万年前の地球に不時着した、男の運命を描いた SF サバイバルスリラー。長期探査ミッション中の宇宙船が、小惑星帯と衝突して墜落した。乗組員のほとんどが、命を落とし、船体は破壊され、航行不能となってしまう。生き残った男、ミルズは、どこかに切り離されたはずの脱出船を、見つけ出すべく、未知の惑星を探索する中で、コアという少女を発見する。実は二人がいるのは、6500年前の地球で、恐竜を絶滅させた、巨大隕石の衝突まであとわずかだった。